ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年、6月の8日木曜日です。昨夜のカープやりましたね。いやー、しびれましたね。最後1対0でリードしてたんですが、9回、2アウト1・3塁、いやー、ここで1点出ると同点、2をすると逆転になると、いやー、しびれました。でも矢崎、最後投げた球を弾かれたんですが、ショートの矢野、まあこれが超ファインプレー、一塁アウト。まあもちろん新庄監督もビデオ判定を要求しましたね。でもアウトで、カープ1対0の勝利です。しびれる試合を勝ち切りましたね。なんと昨日は栗が7回まで無失点で抑え、そしてリレーへ移ってですね、そして最後は矢崎が締めたわけですが、まあこの8回もですね、ターリーいいですね。背も高いですし、やっぱりあのスピードもあるしですね、迫力がとにかくありますね。8回、魔の8回と言われるところを見事抑えて、そして矢崎家とリレー、これが見事な完封リレー。栗は5勝目を挙げましたね。いやー、連投でしたね。そして1対0、その1点は誰が入れたかというんです、これが坂倉千金の決勝ソロホームラン。いやー、坂倉が今キャッチャーから、まあ、かなり、厳しい守備を要求されるところですが、でもそれをだんだんとこなしていきながら、打撃の方へもエネルギーをずーっと集中してきて、昨日のソロホームラン、決勝ホームラン、やりました。見事にですね、レフトの方へ弾き返しましたですね。いやー、いい打撃センスしてますね。そして昨日は何といってもですね、1対0というのは完封に抑えるというのは、まあ、いろんなところでいろんなところが活躍し、下底力をぐっと見せながら下から支えていたのが分かりますね。まあ、守備で、まあ、最後のその矢野選手は超ファインプレーで完封になりました。その前に菊池選手は難しいゴロを2つもファインプレーしましたね。いやー、カープのこの守備力、これは今から守りの野球で勝っていこうと思うときには必ずこの守備力が必要ですね。そして守備力というのは、その前の練習とか、その打球の読みとか、いろんなものを総合して守備力になってますからね。心当たりがセンスのいいところでしょうか。矢野選手もこれもと、もうしびれたですね。もうビデオ判定になりましたから、もうハラハラドキドキしましたが、アウトで完封が成立し、1対0で日本ハム新庄監督のチームを破りました。新庄監督もなかなかナイスガイですがね。でもここは譲ることはできない。新井新監督のこのあふれんばかりの笑顔、明るさでガッとチームのエネルギーをどん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 プラスの方に上げていって、最後踏ん張って土俵際グットーラにかかったところでがっちりと受け止めました。この力というのはチーム全体の投攻守全部の力、そしてスタッフ、そして新井監督が、新監督が最後ぐっと全部丸めて、この力、この底力、このエネルギー、この前向きさ、これがカープが1対0の完封に結びつきました。なんとカープはとにかく交流戦はとにかくもう苦労に苦労して、なかなか先へ見えなかったんですが、今回初めて濃い交流戦18年以来の連勝。いや、これも本当すごい新しい道を切り開いていくことができました。まあこれで交流戦、こっからが交流戦、こっからが勝負です。これからもうチーム全体の
エネルギーを集中してドーンと前に押し出してほしいですね。私もチャンネル登録のために、全体の力、全部の力を丸めて集中して前にドーンと押し出したいと思います。グリロー。